下沼駅は、北海道手塩郡幌延町あざ下沼にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は、W73。電報略号はモマ。1977年の下沼駅と、周囲約500メートル範囲。上が、稚内方面。相対式ホーム2面2線と、駅舎用湖の稚内側に、貨物積み下ろし場と引き込み線がある。 ストックヤードはない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名から、現在のパンケ沼を指すアイヌ語の、パンケとの意訳に由来する。口述の通り、当駅の1日平均乗降者数は2011年から2015年の11月調査日の、平均で1人以下となっており、 2016年8月下旬、JR 北海道では、ノ延町内の3駅を2017年3月のダイヤ改正に合わせて廃止する方針を伝えた。しかし、ノ延町では2015年度から、いわゆる、非京駅を観光資源として活用した取り組みを始めた矢先であり、町長の野々村人氏は、北海道新聞社の取材に、廃止の提案は、 極めて遺憾で到底受け入れられないと述べている。その後、朧延部町では検討の結果、JR 北海道の経費節原作または費用確保策の全貌が明らかになり、沿線地域の対応の方向性が定まった時点で総合的に判断するとして、まずは一年間長が駅の維持管理費用を負担する形で存続させることとし、 平成29年度一般会計に3駅の維持、管理費として163万円を計上したが、沿線自治体で費用負担に対する考え方の足並みが揃っていないことから、町では2018年1月時点で JR 北海道から町への費用負担の請求はなかったとしている。2019年度には再び JR 北海道が、 宗谷本線沿線自治体で構成される宗谷本線活性化推進協議会に対し、当駅を含む29駅を自治体負担で維持管理、または廃止するかを2020年3月までに判断するように求めた。最終的に、ノ延町は当駅をサロ別出源等観光資源の玄関口として活用度が高いことを理由に、 自治体維持管理を要望する駅の一つに加え、2021年度以降町による維持管理に移行する予定である。その後、2020年12月9日には、JR 北海道が、当駅を含む18駅を、2021年度より、地元自治体による維持管理に移行することを発表しており、翌2021年4月より、幌ノ町による維持管理に移行される予定である。 単式ホーム1面1線を有する地上駅。幌延町管理の無人駅。1984年の合理改善は、相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であったが、線路の西側のホームを残し、分岐器を持たない防線駅とされた。ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲している。駅舎は、構内の南西側に位置し、 ホーム南側に接している。無人化後の1985年には予算1500、軽車商車を改造した、貨車駅舎が、旧駅舎の基礎上に設置されている。トイレはない。駅舎は、地元の住民の死費で設置した花壇や看板、旅行者の置き土産により装飾されている。また、外装は2017年6月から8月にかけて、幌ノ町による、 マイステーション運動の一環として、町が制作した本駅のイメージキャラクター、沼飛京をイメージし修繕された。かつては当駅から南下沼駅近くの学校年3月閉行まで、通学に使用された。ホロノベ町によれば、2017年1月現在、日常的ではないが、下沼の寺院で行われるイベントへ訪れる、市街地の子供の利用があるという。 パンケ沼と、利尻富士西側は、牧草地と少数の住居、牛舎などの落農施設、寺院が点在し、その先の防風林の向こうには広大な島、サロ別原野が広がる。東側は線路に沿って、鉄道林が伸び、林の先は、丘陵地となっている。後に、羽幌線の一部となる、改正鉄道布設法別表第四十四号における、国より、 手塩を経て、下猿別付近に、イタリル鉄道の建設前の1927年8月に、ロノベ村長、高橋文之助から、農林政務次官東部に当てた、陳情書の中に、塩別線鉄道促成の剣士も沼、塩別間21里の塩別線鉄道を、昭和3年度着手、昭和7年度に完成せられどとして、分岐点を当駅とする、胸の記述が見られる。 その後、1929年には、村会をはじめ、村内で分岐点をめぐる論争が活発となり、9月の村会では、分岐駅を、幌延駅とする県議案が否決されている。しかし、最終的には、幌延駅を、分岐点とする、線路測量が行われ、1935年6月30日に、幌延駅手塩駅間が開通している。 ありがとうございます。